こんにちは。さゆたかさん、ここはシリーズ動画になります、はい、2023年総括です。大総括、12チーム全総括いきますよ、ね。はい、これはセリーグパリーグの1位2位の4チーム、そして次の動画では3位4位の4チーム、そして最後の動画では5位6位の4チームという3部構成でいきたいと思います、はい。まずは今日は1位2位セパ1位2位チームなので、セリーグの阪神広島からまずは見ていきたいんですけど、ゆたかさんも予想では阪神優勝というふうにして、はい、シーズン阪神が優勝、まあ、日本一にも輝きましたけれども、はい、これ総括して、まあ、岡田監督に監督がまず変わった、まあそうだな、うん、それによって野球の会話が多くなったんじゃないの、うん、選手と監督の、そう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 、だからまあ考え方、うん、野球に対しての考え方、打席での考え方、うん、守備での考え方、うん、マウンドでの考え方、まあいろんなことの考え方っていうのがやっぱり変わったと思うし、でコンバート、はい、それによって野球の見方見え方っていうのも変わってきたと思うし、はい、まあその中で森下とかね、うん、ああいう刺激があったりだとか、前側も使ったりだとか、はい、まあ、井上もちょっと使ってみたりだとか、うん、まあ、いろいろ選手を特化引っかえ、またサトテルをファームに落とすとか、うん、まあ、いろんなことがあったけども、だからそれがいい方向に全て向いたということだよね。そうですね、うん、だからそれを向かすにはそれなりのコミュニケーションが必要であったり、うん、まあ、考え方であったり、まあ、そういうことが非常にいい方向に向いたという、うん、まあ、ピッチャーで言えばやっぱ村上を大抜擢したりだとか、はい、まあ、大竹をローテーションに入れるとか、西純也がダメだったら先発から中に入れてみるとか、はい、まあ、いろいろ手を変え品を変え、うん、で湯浅も、ね、はい、抑え候補から全く結果が出ない時にやっぱ調整 させたりだとか、はい、岩崎を持ってきたとか、うん、まあ、いろいろな危機管理、まあ、そういうものがうまくいったなっていう感じはするよね。そうですよね、だから勝つっていうのをさ、うん、もうその時っていうのは何もしなくてもいいんだよ別にね、こう悪くなった時とか調子を崩した時とか、そういった時にどうすればいいのかっていうのがもう準備できてるという、はい、まあ、そういう危機管理能力っていうのがすごく高かったかなっていう感じがする、ね、うん、だからこの選手がダメだったらこの選手、この選手がダメだったらこの選手っていうのはある程度ファームも見ながら組み立てができてるという、だから一番近本がデッドボール当たった時に、はい、木浪が良かったから木浪を一番に戻来るかなと思ったら、うん、はい、いやそうじゃないと、うん、ここは森下でしのいでいこうとか、はい、そんなに大きく変えずにバランスを保ちながら戦っていった結果が、まあ、優勝につながったかなっていうふうには思うよね。面白いですよね。だから後でオリックスの話しますけど、オリックスはその打順を日替わりで変えていって優勝、阪神はほぼ固定で優勝っていう、この対照的なセパの1位チームって、まあまあそうだね、すごい面白いなと思いました、はい。あとはその岡田監督のその代打での起用とか、代打の代打とか、投手の継ぎ込み方とかも非常に面白かったんですけれども、うん、動かないときはずっと動かないけどね、うん、はい、だからそこら辺の読みというものも全て良かったのかなという、うん、ここでピッチャー変えるかなと思ったら引っ張ってみたいだとか、はい、ここで引っ張るのかなと思ったら目まぐるしく変えてみたりだとか、そういうやっぱこう戦略というか戦術というかね、そういうものもピタッピタッと当たってくる、これはやっぱこう岡田監督がやっぱこう細かく見てるよね。うん、そうですね。それとそういうやり方を選手がいち早く察知をしていい準備ができてたということ、まあここら辺がやっぱこう駒もあったけども、その準備の仕方っていうのがね良かったなっていうふうに思うし、はい、大胆だよね、うん、1、2塁から申告敬遠するからね。そうですね、そうですね、わざわざ満塁にして左対左の勝負を選んで、うん、相手の駒がないのは分かってたりだとか、うん、まあ、そういう、こう読みもね、はい、含めて度胸も含めて、うん、まあ、素晴らしい優勝だったかなっていう。ですね、豊さん的に投打1名ずつポイントとなった選手、阪神が1位優勝できたっていうポイントとなった選手を1名ずつ挙げると誰ですかね。森下を教育しながら選手にしたっていうことだよね、野手は物足りないよまだ岡田監督の中ではね、うん、だけど森下っていうやっぱ3番がポイントだったんだよね、うん、でノイジーが3番打っていい時は本当にいい勝ち方をする、うん、し
かしノイジーが安定的ではないっていう風になってくると3番を誰にするのか、はい、誰を成長させる、誰を使うのかっていった時に森下に、で森下にもうしつこくこうコミュニケーションを取り、こういう時はこう、こういう時はこう、こういう時はこうって野球を本当にこと細かく教えていった成果がやっぱ日本シリーズでの、はい、あの貴重なタイムリーになったというね、はい、感動的なタイムリーになったという、うん、まあ野手ではやっぱこう我慢しながら成長を待ちながら最後に期待に応えてくれた森下かなっていう。おあとはねやっぱ大山はある程度我慢してくれるだろう、サトテルはいい時でもいい場面でもそれ三振はするだろうっていう、うん、まあ一応のこう認めがありながら、でもサトテルもファームにね落ちながら、まあ、打点もねチームトップの打点を叩き出してるし、はい、そういった意味ではその打線のつながりもよく見てるし、まあ、3番がキーになるっていうところの、まあ、将来的に見据えてもやっぱ森下が3番だというふうなことで度胸よく教えながら使ったその森下がやっぱ野手ではそうだったかなっていうふうには思うよね。ピッチャーはやっぱポイントになったのはやっぱ村上かなっていうふうに思うよね、うんうん、まあ、再三言ってるけど完投負けをした時っていうのは逆に負けたけどチーム投手陣を救ったっていう負けもあるし、はい、でクライマックスシリーズでやっぱ頭でいってるし、うん、日本シリーズでも頭でいってるし、こう投げながらまだ薄っぺらい実績しかなかったのに投げながら岡田監督の信頼を勝ち得ていったという、まあ、ここら辺がやっぱ村上の凄さかなっていうふうに思ったよね、うん、さあ続いて2位のカープなんですけれども、はい、まあ、今年から新井監督になって、うん、はい、まあ、豊さん的にはまあね下の方の順位かなっていうのもありましたけれども、はい、2位になったこの広島の今シーズン総括してまず新井監督の野球っていうのはどうでしたか。まあ、新井監督の下で一つになれたということだよね、はい、で家族っていう言葉からまあ、スタートをし選手に対してのコメントもあったかいコメントが出るし、だからそういった意味ではそのチームが一つになる、うん、新井監督の下でなるっていうことが俺はできたシーズンだと思うんだよね、うん、不平分子っていうのをやっぱ出さなかったっていうこともあるし、あとは課題であった、まあ、先発はある程度揃ってて投げれるピッチャーがいるんだけどもやっぱ中継ぎだよね、まあ、そこを整備できたっていうのが、まあ、一番かなっていうふうに思うね。と野手で言えばやっぱ4番不在というところでホームランにこだわるとか長打にこだわるとか破壊力にこだわるっていうことは全くしなかったということ、はい、4番でもつないでいければいいんだって点を取れればいいんだっていう考え方を180度変えたということで、まあ、例えば新井監督も4番を打った時期があって4番の大切さっていうのがね分かっててもそれを覆して今この広島カープに必要な4番は誰なんだということを見出して外野からも多分言われたと思うんだよ、うん、例えば上本を4番にした時とか、はい、いや4番上本でいいのかって、でもそこにブレがなかったということだよね、うん、まあ、そこに活路があったかなって、うん、いや上に行ける要素があったのかなっていうような感じはするよね。そうですね、うん、ピッチャーでいうと栗林投手がやっぱ早々に離脱してそこにやっぱ矢崎投手が入ってきて活躍をしてくれた、うん、野手でいうと例えば西川龍馬選手だったりとか秋山選手が抜けた時にそこに上本とかね上本選手が入ってきて、あと野間選手とかもいましたし、はいはい、あとあの堂林選手もやっぱりあの中盤から後半ですごい活躍をしてくれたなっていう。まあそうだね、うん、だからみんなが助け合い、はい、まあ、それで野手は乗り切ったなっていうような感じがするよね。あと田中康介選手が復活したというか、まあ、そうしましたよね、まあ、こういうことも含めてなんか働きやすい環境を新井監督が作り出したのかなっていうふうには思うよね。坂倉選手の起用の仕方っていうのは井戸さんどう見てましたか。1、2試合だけファーストで使ったことあるのかな、でもそれ以外はブレなかったよね、はい、クライマックスシリーズでも坂倉をキャッチャーで使い続けたし、はい、だから成長させなきゃいけないというね、でも勝ちたいという、でもやっぱこう稲尾って奇襲もかけられたしさ、うん、はい、まあ、例えば葉月をダイソーに出して三投再生スクイズ、はい、まあ、それが、ね、点になったりだとかそれで勝ったりだとか、まあ、いろいろ奇想天外な度胸よく
采配も振るってたし、はい、それによって準備もコミュニケーションも取ってたんだなっていうのはすごく分かったよね。そうですね、選手間と、ね、コーチ陣とか、まあ、そうだね、うん、だから非常にバランスのいいというか、うん、なんかチームワークがあるというかですね、うん、そういうことは感じたな。あと隣の藤井コーチも良かったですね。まあそうだなずっと映ってて、いやいや、もうやり手だよやり手やり手やり手じゃあカープの中で投打1名ずつポイントになった選手を挙げるとやっぱ島内かな。中継ぎでいけば、はい、やっぱタイトルも取ったし、やっぱ一番アキレス腱だったんだよね、カープの中では、うん、中継ぎという意味ではね、まあ、そういう意味では矢崎も頑張ったし、ターリーも頑張ったし、栗林もね復活したしっていうことはあるけども、やっぱその中でやっぱ安定的な力を見せた、うん、まあ、島内が良かったなっていうふうには思うね。野手ではね、坂倉、うん、はい、まあ、今年からもう他のポジションやらない、キャッチャー一本で行きたい、でもちろん新井監督もよし、お前がそういうんだったらやらそうっていうようなことで、まあ、やらしはしたけども、まあ、バッティングに影響は出たけどもね、はい、まあ、キャッチャーとして1年間やり通せて2位という、うん、ね、A クラスの中でも2位というね位置を築き上げたっていうのは、まあ良かったかなという。そうですね。そう感じるよね。さあ続いてパ・リーグの1位2位チームです、はい、まずは優勝したオリックスです、はい、まあ、なんといってもやっぱピッチャー陣がいいよね。もうここは強固でしたね、ピッチャー陣は。でやっぱ大胆だわ、開幕投手 で1軍で1球も投げてない山下俊平太を持ってきて、はい、お前はこのぐらいの位置にいるんだよっていうような実践を伴ってメッセージを送るというか、はい、なんかそんな感じもするしね、やっぱり競争させるよな。そうでしたね、グラウンドの中で、うん、紅林がねちょっとファームスタート で野口を使ってみたいな、同じような若手を使いみたいな、はい、うかうかしてられないとか、うん、まあ、そういうこともあるし、あそこはね扇マジックっていう風に言われた時代があって、はい、だからそういう伝統が息づいてるな。だから本当に誰が出るかわからないという、はい、そのためにいい準備をみんながしなきゃいけないという、うん、だからレギュラーが決まってると他の選手っていうのは出た時のためにとかじゃなくて、はい、やっぱ誰がスタートを切るかわからない、はい、野手なんか特にね、うん、だからそういう緊張感をずっと保っていたという、そのために毎試合誰かが違うというね。そうなんですよね、だからそういう意味ではなんかこう一郎がね、田口が、はい、まあ、いた時のオリックスに、うん、まあ、すごく似てるのかなっていうような感じがするよね。そうですね、なんか豊さんが前をしてたその福良さんから聞いた時に、その圧倒的な強さでそのゲームを点差開いてバッて勝つよりも、なんか勝っちゃったっていう点差、まあ、そうだな、ここが多かったっていうふうな、選手が全然強くないですよって言うからね、うん、口を揃えて、それがね、いや、いつの間にか勝ってんですよって、そうそうそう、いつの間にか勝ってるチームが一番強いよ、ね、そうですね、だから逆に無理もしてないし、うん、でも接戦になっても大丈夫だよって、平気だよっていうようなことだよね、うん、そういうことなんです、うん、あと、まあ、吉田正尚選手が抜けました、そして森友哉選手が入ってきます、この森友哉選手の加入はどういうふうに受け止めてますしたか、今シーズン。やっぱり、打線の中で吉田が抜けるっていうのは、非常に痛手だったと思うよね、はい、まあ、だけど、その森がね、成績を埋めるんじゃなくて、打順を埋めてくれる、で勝負強さもある、はい、だからそういったことを見せてくれるんで、だから埋まったと思う。おー、ここはピースがちゃんと、うん、それはね、ホームランの数とか、はい、ね、打率だとか、それ考えると、いや埋まってないじゃないかって言う人もいるかもわからないけども、うん、でもやっぱり森も怖さがあるから、はい、いろんな怖さがある、勝負強いし、うんうん、だからそこら辺では埋まってきたのかなっていうような感じがするよね、うんうん、じゃあ投打1名ずつ挙げるとすると誰になりますか。ピッチャーでは、はい、まあ、吉野部とか、うん、そういうのはもう当たり前なんだよね、はい、宮城とかも、うん、東だな、東投手、はい、東が負けてないんだ、ああいうピッチャーが出てくるっていう凄さだよね。で、山下俊平太っていうのはもう開幕見て、はい、あ、このピッチャー間違いなく勝つよって思うけど、うん、東もボールには力がある、はい、安定感抜群だし、うん、ああいうピッチャーがやっぱりいるっていうことが すごいよな。だからこそやっぱこのものすごい強力な強さを、ね、誇ってダントツ1位っていうのはすごいことなんですね。そうだな、い
野手は野手は若月。へー、これはね、森が入ってきてどういう働きになるのかなと思ったら、はい、やっぱ変わらず、うん、やっぱ投手陣を引っ張っていったよ、はい、でバッティングでも貢献してるし、うん、若月の存在っていうのは投手陣にとっても頼りになるキャッチャーだと思うよね、うん、それは森とかもそうだし、まあ、頓宮とかも、ね、首位打者取ったし、うん、いいんだけど、あそこのチームを支えてるっていうのはやっぱバッテリーなんだよな、まあ、そうなってくるとやっぱ若月かなっていうふうには思うよね。うん、じゃあピッチャーは東投手、野手は若月選手、ポイントを挙げるとすると。さあ2位のロッテです。すいませんでしたまずはそこからね、まずは、ね、まずは、まあ、吉井、ね、新監督になってどんな野球をするんだろうと思って、どうでした、蓋を開けて今シーズン投手陣はやりやすさっていうのを感じたのかなっていうような感じがするよね、うん、やっぱりピッチャーの気持ちが分かるというかさ、はい、だから引っ張るところは引っ張ったりだとか、うん、変えるところはバンと変えたりだとか、うん、そういう意味では納得をしてマウンドを降りるっていうような、うん、やりくりが投手陣うまかったなっていう、うん、まあ最後は苦しかったと思うよ、体調みんなが壊して、ね、ピッチャーもう投げさすピッチャーがいないんだもん、だから連投になってしまったりとか、なあ札幌の帰りさ、うん、隣の席になってなんか声をかけづらいぐらいピッチャーがいなかったんだ、で監督大変やなって言ったら、いやもう野手は体調壊してもすぐ戦列に戻れるけど、ピッチャーというのは調整がいるんですよねって、だから本当にこれ長くかかりますって、だからしのがなきゃって、だから130試合まで2位をキープしてて、負けた途端に4位って一瞬あったからね、ありました。でもそこからやっぱりこう踏ん張り切れたっていうのは吉井監督のピッチャーのやりくり、これはやっぱうまかったなって思うしね、はい、うん、よかったなと思うな、うん、バッター陣はどうでしたか、野手は良かったり悪かったりがあったりとか、そうだな、中村がね、うん、悪かったから、はい、ずっと3番を予定しててずっと使い続けるんだけど、まあ、最後の最後も我慢っていうか、もう我慢もできないよね、うん、8番とかね、はい、打ってたけど、まあそういう意味ではやりくりも非常にしたのかなという感じがするな、そうですよね、うん、まあ、あの山口浩輝選手が出てきたりとか、うん、あとまあポランコ取ったポランコ選手が、まあ、ホームランを取ったりだから、あと角中選手、まあ、角ちゃんもよく頑張ったな、本当な、バランスっていうのがね、はい、やっぱ大切なのかなという感じがしたな、そうです、ね、ロッテのチームを見てると、うん、誰がやる誰が、ね、やらないそんな関係なく、やっぱみんなでやるんだっていうようなね、うん、まあ、そういう力を見せてもらったけどね、ロッテにはね。あとどうですか、佐々木朗希投手がやっぱりちょっと抜けたじゃないですか、あそこもやっぱりちょっと最後もつれたのにつながってきちゃったのかなっていう、まあ、そうだな、まあ、ただその体調不良だとね、これもどうしようもないからさ、まあ、そこら辺をね、いろんなピッチャーを使い、オープナーを何回使ったかっていうね、沢村先発で、うーん、ね、サンプやりましたね、先発でね、ふらふらしながらな、うん、0点で抑えてくれたりだとかさ、はい、まあ、いろいろみんなで頑張ったというね、本当そうですね、だから、まあ、優勝はできなかったけども、うん、一つこう充実感が残る、みんなで頑張ったねっていうような、まあ、チームを挙げて喜べる2位だったのかなっていうような感じはするけどね。それを踏まえて、じゃあ投打1名ずつ挙げるとすると、まあ西野、はい、西野選手先発でね、はい、後半少しバテたけども、うん、最初のうちはね、うん、あのしっかり投げることができたし、うん、チームに勢いをつけてくれた、うん、まあ、そんな感じもするしね、うん、だから良かったかなっていうふうには思うね。野手では、野手な、誰にしようかなと思うんだけどもさ、はい、まあ、ここでね、本当はね、藤原よく頑張ったなって、春先良かったんだよ、めっちゃくちゃ。そうでしたね。もう素晴らしい数字も残してたし、素晴らしいバッティングも見せてくれたんだけど、尻つぼみになったりとか、平沢大河もそうだな。だけど、まあトータル的には、まあ、安田が、なんか一皮むけたかなという、はい、まあ、そんな感じがするね。そのいつもは後半になってきてようやく調子上げてくるっていうのが今年は違いましたよね。そうだね。だから、まあ、途中ね使われない時期も多少あったけども、うん、はい、でもそこも頑張って、うん、代打で出てて結果を出してまたスタメンに復帰したりだとか、うん、だからそういった意味では安田が、まあ、チームの中心にねやっと慣れてくるのかなっていう感じはするね。おー、吉井監督は本当にいろんなチャンス、人にチャンスを与えて、使われてなかった田村をね、はい、
上げて使ってみたりだとか、はい、エムラっていうのも、はい、勝ち投手を作らせてみたりだとか、ファームにも目を向けてて、だからチャンスを与えたなというね、うん、まあそういうシーズンだったね。そうなんですね、うん、さあ今回はセパ両方の 1、2チーム、まあ計4チームの総括をしましたけれども、はい、次回は3、4位のチームを総括していきたいと思います。はい。